最初に NEC 班代表共同代表の足富博さんからお話を伺いたいと思います。時間が限られているようですので、手短に、皆さんに対して、私たち沖縄からの代表ということで、連帯の挨拶をさせていただきます。まず、皆さんにですねお礼を申し上げたいと思います。このように、安保法制反対の総係の関係者も含めて沖縄の辺野古に基地を作らせない実行委員会の皆さん、この日曜日にもかかわらずこのように多くの皆さんが、集会デモに参加していただいたということに対して深く感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。日常的にですね皆さんから の暖かい寒波が辺野古基金という形で現れて4億6000万を超えています。まあ、その、資金からですね、意見広告ということで、沖縄意見広告運動の皆さんの協力をいただいて、地方紙含めてですね、全国に沖縄の辺野古の問題を訴えたということですね。これも皆さんの絶大なる資金援助がそういうことができたということで、この壇上を借りて改めてお礼を申し上げたいと思います。涼しい話ですが、今日も海上寒波があるようです。辺野古の戦いは非常に財政を要りますので、あえてこの壇上から今日の海上寒波には、ちょっと紙の方をよろしくお願いしたいということで、主催者をの代わりにずうずうしく私の方からお願いしたいと思います。はい、さて皆さんもご存知のようにですね、去年のもうちょうど1年前ですね、県知事選挙において小野賀武、知事を私たち沖縄県民の力でこう勝ち取りました。あの3000億円ぐらいの予算のね上積みでいい正月を迎えるっていう沖縄の心を打った前知事をですね、コテンパンに沖縄の民は潰したんですよね。しかし日本政府は私たち沖縄の民を振り返ることなく、現在も基地辺野古への基地建設を押し付けています。去年の12月衆議院選挙でも自民党候補4人全員落選させてます。どうだ、これが沖縄の民なんです。どうだ、この沖縄の民を生かすのが本来の民主的な政治運営ではありませんか。どうだ、まさに安保法制で多くの学者やあるいは放送関係の仕事をしている人たちも憲法違反だということを無視して安保法制を強行採決したこの安倍政権、沖縄に対しても同じようなことをやってるわけですよ。私は安倍政権に対して安倍サタンって言ってます。なぜか安倍サタンのもう一つ この反対側にあるのは、僕はキリスト者じゃありませんけれど、キリスト者であれば発音は違うけど安倍マリアですよね。それの対極にいるのが安倍サタンであると思います。そして沖縄の民や日本の国民の民意を聞かないアメリカの政治にそっくりそのまま従っていく、こういう政治はあべこべ政治ではありませんか。こういう民主主義を否定するような政治家は私たちが主権者ですから、来る6月なしや7月における参議院選挙、コテンパンに自民党公明
伝統をやっつけましょう。おまさにですね、そのことが今皆さんにとって問われてます。しかし私たちはその6月7月の参議院選挙以前に今現場ではものすごい戦いをやってます。つい先日もあばら骨肋骨を骨折する仲間が2人も出てます。あるいは会場でも海保の職員によって胸部打撲を受けるという海上行動のメンバーも何名も出ています。このような現場での暴力、機動隊、あるいは海上保安庁、海上保安庁も全国動員なんですよ。そういう連中と私たちは非暴力で抵抗してるわけ。非暴力で抵抗すればするほど私たちの県民の怒りはですね、ますます広がっていきます。今沖縄において地域における島ぐるみ、いわゆる県白書を届ける普天間基地の即時閉鎖、CMV22 オスプレイの配備反対、ね、辺野古新基地建設反対のこの3つの集約したこの県白書に対して政府が普天間が唯一の解決策だというこういうとんでもないことに対して今各市町村で県白書を届ける地域実行委員会が出来上がっています。もう沖縄本島全部できました。そして現場にただ作るんではなく現場に座り込みをしています。毎日100名から150名200名という仲間がですねゲート前で座り込んで新基地建設反対のアピール行動をし作業者を基地の中に入れない戦いをやっています。毎週水曜日はですね議員団を中心に総動員をかけようということをやりまして早朝行動、この前は1200名集まりました。6時半から8時まで1200名です。そうすると作業者が入れない、機動隊も手を出せない。この機動隊の中に司会からも主催者からも話がありましたけれど警視庁の機動隊が選抜チームが来てるわけですよ。これは最近の情報だと京都からも来る、大阪からも来るって言ってます。私たちはねもう日本政府と沖縄は真っ向勝負やってると、自信持って勝ち抜いてやる。よし、沖縄の戦いで安倍政権を潰してやる。よし、こういう思いで現場で戦い抜いています。皆さん、小野田知事は10月13日に前知事が沖縄の心を売ってですね埋め立て承認しましたけれど、小野田さんはしっかりと埋め立て承認を取り消しました。しかし政府、安倍政権、安倍サタン政権はね即座に防衛省を通して国交省にこの無効知事の処分取り消しの無効資格、無効という形を取って、それから、行政復帰審査法に基づく審査をしてほしいという、対抗策を、門一本失礼しました。喋りたいことがたくさんあったのに、じゃあ終わり、まとめましょう。後からお二人がいますのでね、まず私は最後にまとめたいと思います。私たち沖縄の戦い、そして皆さんの戦争法制反対の戦い、そして原発再開、ね、許さない戦い、この3つの戦い、さらに反 TPP の戦い、この4つがですね国民同士で手を結びつき合えば安倍政権は絶対に打倒できます。ぜひぜひ参議院選挙は皆さん沖縄みたいに
オール沖縄で各地区の議員を市民の力で統一候補を作って安倍政権と打倒し対峙しましょう。終わります。